羽田線海峡地図羽田河道橋は東京都大田区の海老ト川河口に架かる首都高速道路羽田線の橋梁である1998年以降使用停止中線海峡構造の橋である海老ト川河口の下を羽田トンネルでくぐる本線に並走する首都高羽田線上り線の空港入り口からの一方通行であり海老ト川を越えたところにある合流部で 上り線本線に合流していた。1998年以降は、橋の手前にある合流部で合流し、空港入り口から入った車も、羽田トンネルを使用する。羽田線は、1994年の湾岸線空港中央大国、ジャンクション間の開通までは、東京都心、千葉方面と、羽田空港、横浜方面を結ぶメインルートであり、 交通集中のため慢性的に渋滞していた。その上、空港昭和島ジャンクション間の羽田トンネルは、推定トンネルである特製上トンネル出口付近に登り、勾配があり、渋滞に拍車をかけていた。また、羽田トンネル手前の合流部は短く、その直後は見通しの悪いカーブであるため、事故の危険性が比較的高い。そのため、 1990年に上り線の空港入り口からトンネル出口付近にかけて空港入り口から入った車はトンネルを使用しないで済むように迂か路として羽田か同郷が設けられた。1994年の湾岸線開通後もしばらく使用されたが交通量の減少などから開通8年後の1998年に使用停止となった。 羽田空港拡張後の交通量増加に備え、現在も撤去はされずにその姿を保っている。また、南側は首都高の道路管理施設に隣接しており、南側の道路の一部は、その管理用の道路として使用されている。通常時は、空港西入口から昭和島ジャンクション方面へ向かう車は、羽田トンネルへ入らずすべて可動橋経由で通行する。 横浜方面から本線を昭和島ジャンクション方面へ向かう車は羽田トンネル経由となり本線から入ることはできなかった。航路確保時はトンネル手前の合流部が開放され空港西入口からも羽田トンネルを使用した。エビトリガー沿いには鉄鋼所などがあり大型船の航路を確保する必要があった。近接する従来の羽田線羽田トンネルや 東京モノレールのトンネルとの兼ね合いから隣接したトンネルの設置が困難であり、空港に隣接しているので吊り橋やシャバリ橋など高さのある橋の設置もできなかった。そこで国内でも例の少ない旋回橋方式での稼働橋としての建設が決まった。海老取川は南から北へほぼ南北に流れており、羽田稼働橋は南東から北西へ斜めにかかっている。 可動部は、右岸上流側と左岸下流側に分割されており、旋回の中心点はどちらも、橋梁の中心よりも、川岸よりに設けられている。航路確保時は、左岸、右岸ともに、橋桁が時計回りに旋回する。ありがとうございます。